目が覚めましたか？おはようございます。今日もいい天気ですよ。窓の外を見たいですか？ダメですよ。外なんて汚らしいものを見てしまったら、君が汚れてしまうので。君はこの部屋で僕とずっと一緒にいたらいいのですから。わかりましたね。よしよし。いい子は大好きですよ。悪い子は、お仕置きしないといけませんけど。なんでもないですよ。僕は朝ごはんの支度をしてくるので、君は顔を洗ってきちゃってください。今日の朝ごはんは、オムレツと、コンソメスープです。あ、食パンは何枚食べますか？今、トーストしちゃうんで少し待っていてください。それでは、いただきましょうか。味は、どうですか？そんなに急いで食べなくても、ご飯も逃げませんよ。ほら、ここ、ケチャップついていますよ。僕が取ってあげます。はい、取れましたよ。どうしましたか？そんなに顔をあからめて、かわいいですね。これ以上からかわないで。どうしましょうかね。君の可愛い顔をもっと見たい。急にキスしてしまうかもしれませんよ。君も好きですよね。僕にキスされるの。おや、また顔が赤くなりましたね。今日はもうからかうのはやめてあげましょう。ごちそうさまでした。さて、君は着替えちゃいましょうか。部屋に今日の服置いてありますからね。僕の目の前で着替えるの恥ずかしいでしょ。僕は君が着替えてるところ見たいですけど。そんな冷たい目で見ないでくださいよ。冗談です。僕は洗い物してきちゃいますね。ふぅ、洗い物終わった。君も着替え終わりましたか？終わったようですね。それじゃ最後の仕上げに。はい、これで完成です。チョーカーですよ。本当は首輪をつけたいんですが、君が嫌がるので。だからチョーカーにしてるんですけど、君はチョーカーさえも嫌がるんですね。悲しいです。君は僕だけのものって、目に見えるようにしないといけないのに、もし君が僕のところから逃げても、必ず僕のところに帰ってくるようにしないといけないのに。なんで君は僕の言うことを全て聞いてくれないんですか！ねえ、なんで答えてくださいよ！泣いてないで答えてくださいよ。君は僕のものですよね。ねえ、ごめんなさい。大きい声出して。怖かったですね。本当に、ごめんなさい。僕、君に嫌われるのが怖くて。
それならいっそ、君を閉じ込めて、僕だけのものにしたらいいって思ってしまって。おかしい。考えですよね。君を閉じ込めても意味がないのは僕が一番分かってたのに、今までひどいことをしてしまってすいませんでした。君は今から自由です。僕にとらわれずに君がしたいことをしてください。もう、僕のことは忘れてください。で、なんで、抱きついてるんです。僕は、君にひどいことをたくさんした。なのに、なんで君は、私は、あなたのことを、心の底から愛してる。本当ですか？こんな僕のことを、愛してくれるんですか？君は、本当に優しいですね。ありがとうございます。やっと僕に落ちてくれましたね。僕が演技してるとも知らずに。ずっと一緒にいましょうね。狂うほど愛していますよ。最後まで聞いてくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、待ってるね。